さあ、まもなく後半戦開始となります。後半戦は金沢大学のキックオフで試合開始という形になります。そのキックオフのリターンに入りました福井県立大学のリターナーは14番と19番が入ったようです。失礼しました、18番でしょうか。14番は松野、18番は吉川です。松野は1回生、あ、共に1回生のリターナーを配置しました。第3クォーターが始まります。さあ、チープキックです。短いキックを蹴りました。そしてこれをどちらが抑えたでしょうか。金沢が抑えました。これによりまして金沢大学の攻撃となります。前半でもご紹介した通り、キックオフの開始点から10ヤード飛んだ位置であればどちらが抑えても構いません。そのボールを抑えたのは金沢大でしたので、従いまして金沢大の攻撃となります。金沢大学相手陣21ヤードから22ヤードからファーストダウン10。さあ、ここはランプレーでいった金沢大学、何枠4番ハンドホールを託され左の2袋を突破、オフェンスラインのパワーを集めて約7ヤードのゲインとしています。アメリカンフットボールでいうオフタックルはタックルと呼ばれる選手の外側を指します。この位置は最も選手を集めやすいパワーポイントのため、しばしば最も力がいるパワープレーをここにも投入します。金沢大学セカンドダウン3、クォーターバック1番、左に下がれてエンドゾーンへのパス、やや浮き気味でしたが、このパスをワイドレシーバー14番が見事にキャッチした勝ちだ。後半最初の得点は金沢大学となりました。金沢大学6点獲得。そしてトライ4ポイント、タッチダウンの後のワンプレーキックで呼びます。キック成功、1点追加。金沢大学35点、福井県立大学0点。見事タッチダウンパスを決めましたのはクォーターバック1番の田島、2回生。そして取りましたワイドレシーバー14番は、失礼しました、投じましたクォーターバックは田中です、3回生。取りましたワイドレシーバー14番は菅原でした、4回生です。そして試合は金沢大学のキックオフで再開という形になります。先ほどはチープキック見事に決まりまして、攻撃権を取る形で先制、後半先制のタッチダウンを挙げました。今度はどのようなキックオフを選択するでしょうか。さあ、今度は奥へ蹴りました。福井県立大リターンに入ります。このリターンは事前に20ヤード付近でボールデッドとなりました。しかしこの位置で福井県立大学は攻撃権を得ます。ボールオン事前21ヤードから、福井県立大学、失礼、事前22ヤードから福井県立大学ファーストダウン10。
さあモーションした選手にボールを託しまして中央突破を図りました。キャリアは12番でしたが、しかしディフェンス集まりよく、ダウンプレーによる原因はほとんどなし。ダウン進んでセカンドダウンに変わります。キャリア12番は北川でした。4回生福井県立大学セカンドダウンターン、ボールオン自陣22ヤード。ここでクォーターバック8番右に流れてパスを投じようとしましたが、そのターゲットを探す間に金沢大学4番が猛追しました。 QB スタック約18ヤードのロスという形になりました。ボールオン自陣6ヤードから金沢、自陣5ヤードから金沢大学、失礼、福井県立大学サーダンロングの状況となります。ここでドロープレー、パスに見せかけたランプレーを選択しました。パスフォーメーションと見てその裏を突く形で突破を図りましたが、攻撃権更新には至っていません。フォースダウンと変わります。福井県立大学フォースダウンロング、パントフォーメーションを選択します。福井県立大学ナイスパント、このパント非常によくハーフウェイを越えまして、金沢大学陣にまで返しました。金沢大学陣45ヤードでの攻守交代となります。福井県立大学5番の伊藤、1年生ながら素晴らしいパントで陣地挽回を図りました。攻守変わりまして金沢大学自陣45ヤードからファーストダウンテン、ファースター金沢大学クォーターバック、クォーターバック2番プレイアクションからウェドリシーバー16番のパス、これを16番サイバーエリアで見事にキャッチし攻撃権更新です。金沢大学ファースター。金沢大学相手陣38ヤードの地点からのファースターアンテン、ここでクォーターバック2番一気にロングパス、ディープゾーン走り込んだワイドレシーバー11番のパスでしたが、このパスはキャッチできずパス不成功となりました。ダウン1つ失いセカンドダウンに変わります。金沢大学セカンドダウンテン、ボールオン相手陣38ヤード。さあここでオプションプレーを選択しました。金沢大学クォーターバックには自らキープし中央へ切り上がりました。自分でボールを運び約8ヤードほどに6ヤードの原因としています。失礼しました、約7ヤードの原因としています。
キープしました。クォーターバック2番は林、1回生です。金沢大学相手陣31ヤードからサードダウン残り3ヤード。さあ、ランディマックに託して左を2タックルをパワープレイ。そこからカットバック切りまして、攻撃権更新です。金沢大学フラッシャータックルにより、それほどにタックルで降りましたが、見事攻撃権更新としています。見事に仕事を決めました。金沢大学は21番の神田でした。1回生です。金沢大学相手陣28ヤードに入ってからのファーストダウン10。パス不成功。金沢大学でクォーターバックにはプレイアクションからランニングバックにパスを投じましたが、このパスはディフェンスカバーしており、パス不成功となっています。ダウン1つ失い、セカンドダウンの攻撃に変わります。畑田さんのコメントありがとうございます。先ほどから金沢大学のプレイアクションパス見事に決まっています。シガナトラ56様コメントありがとうございます。パス成功。パスだ。金沢大学クォーターバッククォーターバック2番、ここでダイブフェイクからのパス、ワイドレシーバーノーマークになっていたワイドレシーバー11番、見事にこれを取りまして攻撃権更新です。金沢大学ファースだ。クォーターバック2番は林、パスを取りました。ワイドレシーバー11番は根岸。林は1回生のクォーターバック、取りました。ワイドレシーバー根岸は2回生です。金沢大学ファーストダウン10、ボールオンは相手陣16ヤード。さあ、ここで選択はオプションプレー。クォーターバック2番自らキープを選択しまして、約3ヤードのゲインとしています。この攻撃は1年生クォーターバック林に託しているようです。金沢大学セカンダウン7、ボールオン相手陣11ヤード。パス不成功。パスを選択しましたが、これは成功。これクォーターバックにはプレイアクションパスを投じましたが、これは福井県立大ディフェンス陣がカバーしており、パス不成功に終わっています。金沢大学サーダウン7、ボールオン相手陣11ヤード。後半1回目のタイムアウトを取ります。画面上にありますチーム名の下側にある黄色いバーがタイムアウトの残り回数を表しています。
牧初様、そうですね、福井県立大学パンターだけというよりはパンターの活躍が今目立っているというのが今の得点差の状況を表しているかもしれません。しかし陣地をそれによって押し返すことによってまだ試合の均衡を保とうとしているのも事実です。さあタイムアウトを解けまして金沢大学の攻撃再開です。ボールオン相手陣11ヤードからサードダウン7、どのような策を授かってきたでしょうか。さあクォーターバック自ら行った、勝ちだ。金沢大学1番クォーターバック田中選手がクォーターバックは1番になっていました。1番のクォーターバックはショットガンフォーメーションから自らキープ、そのまま左オープン独走しまして攻撃権を更新して一気にエンドゾーンに入ってタッチダウン。金沢大学6点獲得。キック成功、1点追加。金沢大学42点、福井県立大学0点。キックを成功させ、1点追加。先ほどのタッチダウンを決めましたのは金沢大学のクォーターバック1番田中3回生でした。レフリータイムアウト、負傷者のためのタイムアウトです。ここで負傷者が発生しているためレフリー判断によるレフリータイムアウトが入っております。本日の金沢は好天に恵まれ、また気温もそれほど高くなく風も特にない、非常にアメリカンフットボールに最適な環境で両チーム試合を戦っております。現時点は金沢大学はタッチダウンを重ね優位に展開をしておりますが、福井県立大学反撃なるでしょうか。試合は第3クォーター残り時間4分51秒となっています。さあそして試合再開となります。金沢大学のキックオフで試合再開となります。さあここまでさまざまな形でキックオフを工夫しております金沢大学、今度はどのようなキックオフを見せてくれるでしょうか。さあ深く奥へ蹴り込んできましたがリターンに福井県立大学入ります。これは金沢大学ナイスタック。19番見事にチャージしまして福井県立大学20ヤード付近でボールデッドとしました。素晴らしいタックルをしましたのは金沢大学19番の本田4回生、自身20ヤード地点よりファースト安定。福井県立大学自身21ヤードからファースト安定。ファースト、しかしここでイエローフラッグ反則が発生しています。ここで何らかの反則があったもので、
先ほどのプレーですが、イリーガルフォーメーションの反則ではありませんでした。福井県立大学ファーストダウン。先ほどのプレーでの反則はありませんでした。反則に見える動きがありましたが、しかしこれは正当なプレーとして反則なしという形になります。したがって先ほどのパスが有効となりまして、福井県立大学攻撃権更新です。福井県立大学ファースター。福井県立大学自陣45ヤード地点よりファースター。福井県立大学自陣44ヤードからファースターアンプ。パス不成功。ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。ここで何らかの反則があった模様です。ラフィングザパサー、ディフェンスの反則です。ラフィングザパサー、パスを投じた選手に投げ終わった後にヒットするという反則です。この反則は悪質な反則として重大な反則に扱われます。15ヤードのバッタイ、そしてオートマチックファーストダウン。従いまして福井県立大学15ヤード前進してファーストダウン点となります。攻撃権更新。福井県立大学相手陣41ヤードからファーストダウン点。福井県立大学敵陣40ヤード地点よりファーストダウン点。金沢大ナイスです。ここで福井県立大学はランニングワイドレシーバーのスクリーンパスを投じようとしましたが、これを金沢大71番が見事に反応しまして、約4ヤードロスに変えました。3ヤードロスに変えました。ここで負傷者発生によるレフリータイムアウトが入ります。素晴らしい反応をしましてロスタックルしましたのは金沢大学71番の犬塚4回生です。さあ試合再開となります。ボールオン福井県立大学相手陣44ヤードになりましてのセカンドダウン13で試合再開となります。パス不成功。ここでプレイアクションパスを選択しました。クォーターバック8番、ターゲット10番でしたがこのパスは不成功。攻撃権1つ失いサーダンに変わります。福井県立大学相手陣44ヤードからサーダウン13。インターセプト抜けます。
ここで福井県サイドパスを見出したが、その場所を取ったら金沢大学の6番そのまま一気にサイドライン独走、エンドゾーンまで駆け抜けたタッチャー、金沢大学に6点が入ります。金沢大学49点、福井県立大学で点となりました。素晴らしいインターセプトリターンタッチダウンを決めましたのは金沢大学の6番久保田、1回生です。さあ、そして試合は金沢大学のキックオフで再開となります。今度はどのようなキックオフを見せるでしょうか。さあ、福井県立大学リターンに入ります。このリターンはよく福井県立大学陣30ヤードを超えたところでボールデッドとなりました。自陣35ヤード地点よりファーストダウン点。福井県立大学、県立大学自陣34ヤードからファーストダウン点。クォーターバック1番、ワイドレシーバー10番にパスを通しまして約5ヤードのゲインとしています。福井県立大学クォーターバック1番は田島、2回生取りました。ワイドレシーバー10番は飯田、4回生です。パスがヒットし5ヤードを獲得しセカンダーファイブ。福井県立大学セカンダーファイブ、ボールオンは自陣39ヤード。さあ、クォーターバック自ら行った。ショットガンフォーメーションからの QB ドロー。これにより攻撃権更新です。福井県立大学ファースター。見事攻撃権更新果たしました。クォーターバック1番が田島。2回生のクォーターバックです。福井県立大学自陣45ヤード地点よりファーストダウン点。福井県立大学自陣46ヤードからファーストダウン点。さあ、クォーターバック1番再びキープ。今度は右オープンへの展開を図ります。外へ出ました。約2ヤードゲインとなっています。福井県立大学1番 QB の田島選手がまたもやそのクォーターバック1番は田島、2回生のクォーターバックです。セカンダーセブン。福井県立大学セカンダーウェイト、ボールオンは次元43ヤード。
これクォーターバック1番パスを投じようとしましたが、この時に味方と接触、そこで動きが止まったところで金沢大学57番が QB サックを決めました。約5ヤードロスとなっています。QB サックしました金沢大学57番は伊藤、2回生のプレイヤーです。福井県立大学サーダン13の状況となります。ボールオン自陣43ヤード、インターセプト、ターンオーバー、インターセプト。ここでミドルゾーンへ投じました。福井大学県立大学のパスを取りましたのは金沢大学56番、インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー、見事インターセプトしましたのは金沢大学56番の岡村、4回生のプレイヤーがここで仕事を決めました。さあ攻守変わりまして、今度は金沢大学の攻撃です。ボールオン相手陣33ヤードから金沢大学ファーストダウンテイディフェンス素晴らしいカバーをしまして、この選択をさせませんでした。約3ヤードロスに変えています。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして、福井県立大学0点、金沢大学49点で、これより攻守方向変わりまして、ファイナルクォーター第4クォーターに移ります。